ということで始まりましたサヨンジトラベルのお時間ですけど、今日はねここ島根県に来てるんですよね。島根、うん、あのウエストエクスプレス銀河という寝台特急にちょっと乗ってきまして、今回はそのままパッケージツアーの中で含まれていた旅館なんですけど、すごいよねこれね、うん、一回僕たちもうチェックイン先してるんですけど、めちゃめちゃ綺麗で、あとはね貸し切りの露天風呂、これが無料で誰でも使えたり、またね夜泣きそばとか風呂上がりのサービスとかも非常に充実してて、あこれはちょっと面白い温泉旅館ということで、ちょっと今回はレビューしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。月夜のうさぎさんっていうところだよね、うん、いやすごいね、もう導入部分もめっちゃ綺麗で、俺らが予約したわけじゃない、そうそうそう、完全に旅行会社に抽選でな、それで当たったよな、そういう感じ。もちろんお金はね払ってるんですけど、ね、それは当たり前ですけど、すごいね、こう下畳なんで、うん、確かに柔らかいよな、うん、ぬくもりがあってな、これずっと入ってからずっと畳やったから、すごいあの段差がないっていう印象やな。確かに僕たちはこの7階中一番最上階です。7階に泊まります。これ多分最近リニューアルしたんかな、それとも最近建ったかどっちかだと思うんですけど、これすごくないですか、これすごいわ、京都の町屋みたいですね。竹が開いてます。オープン、横にスライドして開くから、これもなんていうの、段差が一段もないんですけど、これがすごいと思うね。畳で続いてまして、ちょっとねちょっとだけ散らかっちゃってるんですが、これねツインルームです。でお値段がねいくらとかちょっと言えへんねんな今回な、分からんのよね、全部セット、そう銀河とセットでだから、銀河とセットで3泊4日のコースで運賃とか全て含めて1人ね3万6000円ぐらいなんですよね。 GoTo トラベルが適用されてます。でこれ朝食付きのプラン取ってるんですけど、これすごいよね、まあ、ちょっとじゃあ部屋の中見ていきますか。まずまあテレビがあって、まあ、でも全体的にこうキーって感じやな、柔らかい感じの印象、シティホテルとはちょっと違う趣です。あーこれすごいわ、これがなんかおしゃれ、うん、これねなんちゃら焼きですよね、なんちゃら焼きね。でこっちはこれはこれなんと最初にトイレオープンしちゃって、あいい匂いするわ。いやこれ本当にね、あ虫サンセットってねね、こんなこと言ってますけどこれあの殺虫剤キットだと思うんですよ、ね、いやそれはねそうそう、虫がいない方がね、まあ、いいかもしれない。おお、あなるほど、まあ、大浴場があるところは多いですね。シャワーブースになる、シャワーだけと、なるほど。でもこれも非常に綺麗です。よいしょ。でね、そうこれが気になったのさっきね僕使ってんけど、トイレットペーパーがねこれ抹茶、抹茶の匂いすんねん、抹茶の匂い、匂ってみ本当だ、抹茶よ、食べれそうじゃない、食べれそうじゃない、食べれそうじゃない全然食べれそうじゃないということで、まあ、ちょっとね、はい、パッとお部屋見たんですけど、ちょっとこれすごくて、こちら出雲市観光業応援クーポンって、またこれ個人情報の嵐なんでちょっと見せられないんですけど、これ住所とかを記入することで、これをなんか記入することで3000円やな、しかも1人3000円のクーポンが割れて、これすごいよな、うん、でそれはなんかご飯とかで使えるって感じ、出雲市のクーポン、おー、まあだから明日とかでも使えるそういうクーポンが生まれる、これ嬉しいですね。でさっき言ったようにじゃあね、食事処、それからお風呂が2階に大浴場があって、貸し切り風呂もあります。この貸し切り風呂が普通ね有料だと思うんですけど、無料って意味わからんよな、うん、さらにね館内のお楽しみっていうのが充実してましてですね、ウェルカムドリンク、それから湯上がりどころにはアイスキャンディーと乳酸菌飲料ですね、これねあのヤクルト系のやつでしょうね、それから夜泣きそば、これがねちょうど今10時になったばっかりなんで、22時から1時間食べられるってことで、これちょっと早速行ってみますか。行こう。で、まあ、お風呂もついでにね行けたらいい。こんな感じで何個も貸し切り風呂があります。このようにランプがついてるところは使ってるところなんですよね。今結構人気で大体のところがねランプついてても使われてます。ただなんか運よく、めっちゃ運よくおお、金のね、行きましょう行きましょう、やったやった。これはね閉めたら、そうあそこの外のライトが、これで完全個室すごい、これね予約とかいらないんですよね、開いたら入れる。おおやばやば、これすごいな、絹だから、なるほど、シルクとはまさにこのことですね、これはすごい。こんな感じでね、いやこれすごいな、これ友達とかできたら楽しいと思いますね。
しかも5箇所多分全部違うんだよね。うん、そうそう、ここは絹の湯ってことで白いんですけど、これすごい、かけ流しですよ。いや、でも結構広いな、4人くらい普通に入れそうで、これね、大浴場と別にやるっていうのがすごいなと思います。あー、気持ちいい、やばいな、すげえ、ちょうどいい。これマイクロバブルですよ。これすげえ、気持ちいい。はい、はい、ということでね、いや気持ちよかった。まあ、大浴場もね、また行きたいんで、もう一回また2度お風呂のはしごをするんですけど、時間がね、23時までに行ったら夜泣きそばが食べられるんで、行きましょう。よっしゃ、行こう。よし、お風呂上がり、どうぞご自由に。アイスキャンデー、すごい、ここからバニラとソーダがある。これは嬉しいな。すげえな、来ました。すげえな、ちょっとなるんだけど、これ無料や。すごいボリューム、結構あり、うん、ちょうどいい感じのさ、夜食って感じや。映ってね、これいかんよ。紹介し忘れてたんですけど、貸し切り風呂があるじゃないですか。で、大浴場が2種類あんねんな。気づかなかったな。気づかなかった、ね、びっくりしてた。からお風呂の種類がすごくて、もうね、入ろうと思ったら、あれまず貸し切り風呂が何種類かあるじゃないですか。で、大浴場も2種類でしょ。もうこれね、1日もう風呂入ってた、あれ全部入ってたらもう1日終わるぐらいにね、だいぶ種類があってすごいなと思いました。それからアイスキャンデーと夜泣きそばね、近い。いやすごい。全部やっぱリニューアルされてると思うんですけど、これ新築なのかリニューアルされてるのかちょっと分かんないですけど、とにかく全部新しいよ、うん、で畳で歩いてて気持ちよくて、非常に過ごしやすい設計になってるなっていう印象ですね。ちょっと何喋ってるか分かんないですけど、大丈夫、うん、じゃあもう寝ますか。寝よう。明日朝8時に朝食なんで、うん、これちょっと食べざるを得ないと。なんか拷問みたいな。食べざるを得ないで、食べたいので起きる絶対起きないとダメで、そういうことです。で、大浴場ももう一個の方行きたいしね、うん、だから寝ましょう。とりあえず寝よう。はい、おはようございます。もうね、8時だったんですけど、これが景色ですね。こっちに山があって、すごい田舎感がありますけど、いい景色です。で、はい、この人は、ね、ずっと編集してて、もうぐっすりですね。おい、起きろ、飯の時間よ。行くぞ、飯行こう。おはようございます。おはようございます。いや、これすごいね、うん、ビュッフェで飲んで、こうやって対策しかしてやって、全部にラップがきちゃった。種類がめっちゃ多くて、美味しそうだなっていうのが、いろんな種類があったんで、あと、調理してくれるスタイルのとこもあったから、これは美味しそうですね。それから、これ大山のね、白バラ牛乳、これから出るのやろう。鳥取県、そうそう、この白バラ有名なんです。美味しそうだから取りました。いただきます。テンションガチ。それしゃあなくない？しゃあない。朝だ。いやあ、うまそう。うん。うめえ。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。で、
こういう方はね朝風呂そういうことですね。で、昨日行ってないとこういうこれ贅沢すぎるでしょ。普通にさ、もうあれだけと思ってたやん、うん、でかかったし、じゃあこっちの方がでかいっていうこっちがメインだったっていう、そうそうそうってなっちゃうんですけど、はい、もう11時です。編集も終わった。よっしゃ、もう快適だね、やっぱ。うん、徹夜でやったよ、今日は。はい、ではチェックアウトしていきましょう。はい、お疲れ様でした。イエイ。はい、ということでチェックアウトしました。でね、クーポンがもらえたんですよね。出雲市のクーポンを3000円分もらいました。これ1人3000円なんで6000円分ですね、2人で。結構でかいなと思います。これ帰りのね、ウエストエクスプレス銀河にね行かないといけない時間なんで、急いで行きたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。